電気カルとかパズルでよくピタゴラスの定理というのは使うんで、最近 YouTube を見とったら、逆ピタゴラスの定理というのの紹介がありましたんで、こんなものであります。3の事乗と4の事乗を足したら5の事乗になるんだけども、学数の事乗で足していくと、斜辺ではなしに、斜辺への垂線の長さの事乗になるというものであります。これで、インピーダンスのリアルパートとイマジナリーパートと大きさなどというような関係との対応を考えてみますと、ちょうどアドミタンスを考えたときに、その垂線の長さというのが、このアドミタンスの形と一致しているということが分かっていきます。ということで、4対3対5の時のインピーダンスの大きさとか、その時の逆数にした時の H の大きさというのが、この問題と対応を取るわけですけども、このことは実は、有効線の、緑のページさっき消してしまいました。岐阜高専の電気情報工学科ところ研究室の学生用コンテンツ集の電気回路の任意が習うインピーダンスというのがあるんですが、その中で実は、直列接続がここで、並列接続がここですよということで、ところは、電気回路を教えながら、この逆三平方の定理について理解してましたので、もうちょっと早く生まれとれば、逆ピタゴラスの定理を発明した、発見したということだったかなと、ちょっと思いました。で、この問題というのは結構奥が深いので、このピタゴラスの定理の逆というのは実は、方形波の傅立奇数展開にした時のキーワードである8分の π 事乗とつながっているし、そのことの説明を例の 3B1B というところでは、この無限に広がっていくライトハウスからの光の問題として、解説しております。ということで、この辺の話も、実は電気回路を教えながら見つけていたということで、電気回路の学習でちょうどフーリエから始まった いろんな数学の問題のシリーズが、過去の歴史を学ぶのではなしに自分で解いていくことによって見つけることができるということにちょっと面白いなと思ってます。同じようにして傅立奇数展開で放物線とかをやってみると、こういう無限の和の公式を使うと解けると。というか、こういう式を証明できるということが、電気回路の学習からも分かっていきます。以上、面白い例題の紹介でした。終了です。